あれ？なんでこんなとこにいるの？チャオ、ジェーンだよ。うん、あたしシチリアーナだから。
畑ってほとんどスイートピーなんだけど、ここだけアネモネが咲いてるの。ほら、足元に湧き水の小さな流れがあるでしょ。きっとこの水のおかげで咲いてるのね。マドンナが見つけた水だもの。
初めてなのに。あ、そうだったんだ。お兄ちゃんが新しいお医者様なの？ルーシー、お注射が嫌いなの。だから。はーい、大丈夫だよ。今度からは別の場所に隠れるね。それじゃあルーシーはお部屋に帰るね。不自由はございませんでしょうか。日用品や嗜好品で足りないものがあれば便宜を図るよう言われてきましたので。あの人しかヘリコプターを操縦できないんです。島の東に船着き場があって、月に何度かベネチアから本社の人が運んでくるみたいです。でも食事は半分ぐらい自給自足の
がいるらしいんです。優しそうな感じで素敵でした。